シエナの死から一夜が明け、グラム・ブレイズに再び衝撃が走った。アイリナが突如失踪したのだ。復讐の念に支配された彼女の行く先は一つしか考えられなかった。アイリナを追うべく準備を進めるガーロックであったが、ベルマン砲白の制止がかかる。私兵団が王国軍と事を構えるのは、ベルマン砲白の指針を大きく逸脱する。またアイギナを切り捨てることで神聖教団との戦いは神聖化する。だから私兵団の出動は認めない。しかしガーロックはその制止を無視して独断でアイギナを追うことを決意した。ベルマンも頭が固いわよね。アイギナを切り捨てろってさ、正直頭きちゃう。ベルマン砲白にとってグラム・ブレイズは自分の手足だ。彼の言うことには理解ができる。結局ベルマンには黙って出てきてしまった。悪いことをしたとは感じているが、これからのことは自分たちで決める。ごめんね、キスケお姉ちゃん。僕、迷惑だよね。戦えないのに、みんなと一緒で。だから、そういうこと言わないの。エイミぐらいの時は、私だって戦えなかったんだから。でも、僕はいつも留守番ばかり。留守番するうちも追い出されて。僕は役に立ってないよ。僕も役に立ちたいよ。泣くな。強くなりたいんだ。役立たずの自分が嫌いなら、強くなるための道を考えて進め。そうなのかな。ちょっと子供になんてこと言うのよ。エレナも、あまり思い詰めるな。うん、兄さん、分かっているのですが。そろそろ王国との国境だね。国境にはカローナという町がある。ただ安易に近づけば国境軍に蹴取られてしまう。ガロト、正面に王国軍の部隊が展開しているぞ。状況を見る限り交戦状態だ。包囲戦のようになる。包囲戦、まさかアイギナか。包囲の道を上げろ。王国領には踏み入れさせるな。それにしてもこの女性、何者だ。面影がユグドラ姫様に似ている。兵も少々やりにくいだろう。間違いない、あれはアイギナだ。行くよガーロット、まずはアイギナを救い出そう。ヘイミー、私のそばを離れちゃダメよ。に任せときな。隊長、ラセル隊長、帝国領の方角から正体不明の勢力が現れました。あの軍機、確か帝国の反乱軍を鎮圧したと噂のグラム・ブレイズじゃないか。まさかこの女性は奴らの。まずい。全体
帝国領方面に意識を集中させろ。アイギナの救出が最優先だ。包囲網を破るぞ。守り抜くのだ。許しはしない。抜かせるものか。死ね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 。破れるものですか。守り抜くのだ。ひるむな、かかれ。小高し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 。あなた方の負けですよ。
前を助けるために決まってるだろ。ガロト様の目的は帝国を理不尽のない世界にすることのはずです。私の復讐は個人的なものですから、グラム・ブレイズを去り戦う決意をしたのです。目の前にある理不尽を見過ごして、それで世界が変えられるかよ。それに俺は仲間を絶対に見捨てない。ガロット様、みんな行くぜ。もちろん。さあ王国軍の皆さん、覚悟してくださいよ。死が騒ぐぜ。ミディナは必ず助け、梅風は本を読んで死が騒ぐなんつって、派手にやってあげようじゃない。おお、今度王国軍と戦争？まあ私のんぽりだから構わないけどね。王国軍と本当に戦闘になるなんて。あら、あの敵軍の将、なかなかの美形な殿方ですわね。なんだ？したか。やはりあの女性はグラム・ブレイズの仲間だな。ご縁が来たようだが、勝てるか、ラッセル。なんとか抑えてみせます。ここを抜かれるとカローナが戦場になりますからね。それだけは阻止します。ここですね。消えてみます。何するのよ。小高し、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 とりゃあなた方の負けです。倒れてる場合じゃ。
台風突っ込む。おいおい返せ。見せてやろう。悪鬼魔獣の牙を持ち出す剣。かわせるか。アイテムブレイク。申し訳ありません。一時撤退させていただきます。なんという屈強な戦士たちだ。目的が進行ならばカローナが攻め落とされても不思議はない。俺はここで時を稼ぐ。ラッセル、カローナを守れ。そして我が娘フローネを。友軍を援護しろ。チェ、援軍かよ。海岸の弓兵とは厄介だな。なんとか川の向こう側に渡って切り込めないでしょうか。あの橋を使えば。勝ちだな。私は
く。ライフ突っ込む。おいおい。負けない。止められない。なんて、消えてない。ひるむな。当たれ。小ざかしい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 。あなた方の負けですよ。強くなる。いざ参る。ドッキリ。
ドキ。優勢が続くとは思うなよ。ラッセル、あとは頼んだぞ。侵略者、国を動かすものか。悪くないわね。王国を叩き潰す侵略者、いいじゃない。望むところだ。待っていて姉さん、私必ず復讐を遂げるから。過去も未来も手に取るように。様子を探ってた石膏が何人か戻ってきたわ。あのラッセルとかいう将校、かなり堅固な守りを敷いているみたいだね。正攻法で攻めるのは難しいか。皆さん、ちょっとお時間をよろしいですか。我々はベルマン砲迫に黙ってここまで来てしまいました。ベルマン、怒ってるだろうな。怒る？それで済めば良い方ですよ。いや、うん、そうだった。話はここからです。今後の方針ですが、王国へはこのまま攻め入るつもりですか。私はそのつもりでした。アイギナの名を出して王国内をかき回し、姉を殺した黒幕を見つけ出そうと思っています。なるほど。あ、ネシア、もしかして腰が引けちゃった？そうではなく、方針が大幅に転換したものですから、混乱している兵もいるか。確かにネシアの言う通りだ。本格的に王国領に入る前に方針を決めて兵に説明しよう。まずは俺の考えを言わせてくれ。俺はアイギナの戦いに力を貸したい。ルシエナの件もあるが、幼い二人を暗殺しようとする理不尽さは決して許せない。だがこれは元々の目標だった帝政を変えるための戦いとは何の関係もない。だから部隊を抜けたい奴は言ってくれ。俺は止めないし、攻めもしない。私はダーロットに賛成。みんなは？誰も何も言わないね。
もしかして。違うだろ、どんな道でも君についていくってことさ。バカ言え、俺は王国をかき乱すのが面白そうだから賛成なだけだぞ。ふん、あなた分かりやすいわね。うるせえな。じゃ、決まりだな。皆さん、ありがとうございます。ただし、一つお願いが。私を団長にしてほしいのです。え、そうなんだ。これから王国から侵略軍として見られるはず。侵略軍の軍団長という汚名をカーロト様に着せるわけにはまいりません。待って待って、王国軍はすでにグラム・ブレイズの名を知ってしまったわけだろ。だったらもう誰が団長だろうとそれほど変わらないよ。紅白にも迷惑がかかるだろうしね。ベルマンの迷惑。そこでだ、正当な理由を掲げつつ進軍すればいい。アイギナは王国のお姫様だろ。だから王位継承権の正当性を主張するんだ。自国の姫様が敵となれば王国軍も多少は動揺するし、紅白もその状況は利用できると思うけど、どうかな。なるほど、戦いの大義名分も立ちますし、我々の士気も上がるはずですね。血筋の正当性が明らかになれば援助を受けられるかもしれません。大変よろしい策と思いますね。ええ、ベルマン本博の件はまあ苦し紛れだがな。俺たちグラム・ブレイズは俺からはアイギナのこの得体だな。呆れるよ。でも私もそれでいいって気がするよ。カローナの守りは確かに固い。これを抜くのは難しいだろう。でも抜くのが難しいなら回避すればいい。回避ってどうやって？空でも飛べればいいけど、そうはいかないよ。船を使って海を回る。商船を数隻借りればいい。やれやれ、軍資金が一気に減りますね。